うも大豆です。7月になりました。今回は小川の流れるビオトープの手入れをやっていきたいと思います。今日もめちゃくちゃ暑いですね。この小川の流れるビオトープも今月で10ヶ月経ちました。だいぶ植物がもしゃもしゃしてきたので綺麗に整えていきたいと思います。このビオトープは庭園風を目指しているので、ちょっと今はやぼったいかなっていう感じですね。中央の八つふさしもつけも新芽がいっぱい出てきてボーボーしてますし、右手前のハゼもかなりボーボーです。ツワブキなんかも大きくなりすぎましたし、この笹ですね、これもなんかいっぱいあっちこっちから芽が出始めてきてしまいました。これをきれいに直していきたいと思います。早速やっていきましょう。まずは八つふさしもつけですね。この中央の小さい木みたいなやつなんですけど、これがもしゃもしゃしていると空間が全くなくなってしまうので、新芽を買ってコンパクトにしていきます。ここは1本の木があるよっていうのがよくわかるようにしたいので、下の方の幹を見せるようにして丸くカットしていきます。正直盆栽は育てているんですけど、技術を学んだわけではないので、実際にこれこの時期にカットしてもいいのかどうかもわからないんですけれども、ちゃんと葉っぱを残してあげれば意外と大丈夫なので、形を整えていきます。横から見るとこんな感じですね。ざっくりとカットした段階で木の根元といいますか幹がちゃんと見えてきたので、ここに木があるよっていうように分かるような感じでカットしています。あとはもう本当にサイズをコンパクトにするような感じでガンガン刈り込んでいきます。まあ、多分違う仕立て方の方がかっこいいと思うんですけど、そんな技術はないのでとりあえず丸くカットしています。だいぶすっきりしてきましたね。そして次はハゼですね。これは寄せ植えタイプのハゼなんですけれども、もう本当にガバッとカットしていきますね。ただこのところで気をつけているのが、切った時に枝の切り口が残るんですけれども、そこが見えると明らかに雑にカットしたみたいに見えるので、その枝が見えなくなるように切っていますね。そうするとよく馴染むので違和感はなくなってきたと思います。あとはあまりにもさもさしてるとちょっとやぼったいかなって思うので、うまいことすいていきます。基本的に葉っぱが 2,3 枚残ってれば今のところ枯れたことはないので、全部葉っぱを落とさないように気をつけつつガンガン刈り込んでいきますね。植物と植物の間の空間が少ないともう本当にヤブみたいになっちゃうので、もう本当にそれだけ気をつけて刈り込んでる感じですね。あとはサイズ感で統一感が出るようにという感じですかね。はい、こんな感じで仕上がりました。まあ、理想を言うんであれば、ハゼの奥のトウカエデがもっとちゃんとモサモサしてくれると嬉しいんですけども、うどんこ病にやられてしまってまだ葉を再生中っていう感じですね。はい、お次は笹ですね。これは横に出てきている芽を刈り取って、ひたすらサイズの維持をしたいなと思って今脇芽を刈り取っていますね。ポット植えしたことでそんなに広がってないのが本当に幸いですね。多分そのまま植えてたらあっちこっちに広がって大惨事になってたと思います。はい、そして次は横川ですね。
もうツワブキが大きくなりすぎちゃって、他の植物とのその対比といいますか、縮尺がおかしく見えるので、手前でよく見えてしまうツワブキはカットして、奥側だけはまあちょっと残して様子見っていう感じですかね。まだちょっと引っこ抜くっていう決断をする勇気がないですね。ただあまりにもそのまま放置して根っこが広がりすぎるのもちょっと怖いんで、もう少し悩んだらどうにかします。はい、それでお次はハゼですね。この奥側にあるハゼもちょっと伸びすぎなので、がっつりとカットしていきます。さすがにハゼがモミジよりも上に来てしまうと完全に同化してしまうので、モミジはモミジ、ハゼはおまけっていう風に分かるように空間を作ってカットしていきます。同じく枝の切り口が見えないようにだけ気をつけてカットして、自分の欲しい高さで切り揃えるっていうイメージですかね。はい、こんな感じでハゼが切り揃えられました。まだ若干大きいかなと思うんですけれども、まあ、とりあえずこのぐらいで様子を見ます。で、一番後ろにあるボーボーと生えてる普通の雑草みたいに見えるのが一応ベニヤシなんですけれども、背景としてそのままもうちょっと育てていきたいと思います。はい、こんな感じで今月の手入れは完了です。苔もいい感じですし、メダカちゃんも全員元気です。ちなみにこの撮影をした後に iPhone 13 Pro Max で撮影してるんですけど、多分マイクが水没してザーザーとノイズがひどいことになってしまいました。防水っていう話だったんで今までは大丈夫だったんですけど、今回はなぜかマイクだけが行ってしまわれて、ノイズがザーザーと。なので今は iPhone 用のイヤホンのマイクを使ってなんとか録音しています。やっぱり通常の撮影でもこんな感じで若干さーっとノイズが入ってるのが悲しいですね。水中撮影めちゃくちゃ楽しいんですけどね。次は専用の防水ケースか何かを買って撮影にビオトープに楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。悲しい。